はい、どうも、こんばんは、ポッキーです。今回はですね、ハロウィンに引き続き、また、料理動画を撮っていこうと思います。ですね、今回は、もう、わかりますよね。はい。もう最近なんかこんな感じの動画ばっか上げてますが、そうです。クリスマスです。はい。ということで、まあ、クリスマスにちなんだものなんですけど、まあ、今回はですね、やっぱクリスマスといったらケーキなんですけど、まあ、僕、あんまりそんな作れないんで、僕でも作れるようなケーキを作っていこうと思います。はい。で、まあどう作るかっていうことなんですけど、まずですね、ここにホットケーキミックスがあります。はい。こちらをね使って作っていきます。そして一番重要ポイントね、これジャーですね。ジャーで作っていこうかなって考えております。はい、今回はね、ということでやっていこうと思います。早速、材料、ホットケーキミックス 200g 入りが2袋ですね。で、卵2個で、牛乳が 300ml、 あとバターですね。はい、では早速作っていきましょうか。まずボウルに卵と牛乳を入れて、泡立て器でよく混ぜる。やっていきましょう。よし、卵ね、よし、うわ、なにこれ、やばい、なにこれ、あ、ほら、ほら、もうはい、毎回こうやって滑っていきます。ちょ手洗ってきますね、これちょっと。はい、ということで手を洗ってきましたはい、ということでね、早速やっていきましょう。気を取り直してね。ではまず卵を割ってボウルに入れます。簡単にできるってことがね、まあね、あの、何ですか、この今回の動画ではメインになればいいかなって思ってます。はい、卵割るのも下手です。ということでやってみましょう。まず混ぜる。ちょっと卵若干混ぜて、で牛乳を混ぜときましょう、今のうちね。でホットケーキミックスはこいつらを混ぜ合わせた後なんですけど、よいしょ、どうかな、これくらいでいいかな、普通に。じゃあホットケーキミックス入れていきますね、早速。まあ、簡単に混ぜたらいいと思うんで。よし、これやばくね、溢れる、大丈夫か、あー大丈夫そう。よし、入れましたね。やばいこれあ、でもなんか混ぜたらなんとなく良くなりそう。どうかな、ちょっとこぼれたけど大丈夫か。よし、ちょ混ぜていきます。ここで決まりますよ、ポッキーさんみたいな。あ、ちなみになんですけど、もう完全にちなみになんですけど、これね、ウームさんからいただきました、このエプロン。はい、ゲーム実況者にエプロンを送ってくるっていうね、ありがとうございます、本当に。はい、すごく感謝しております。使わせていただきます。はい、よーし、いい感じかな。うん、いい感じですね、結構。よし、ではこれは一応置いといて、あとはですね、炊飯ジャーにバターを塗る。まあ、そうしないとね、ついちゃうんで、ついちゃう、取れなくなるんで。で、こちらね、バターを塗っていきます。はい。若干マヨネーズに見えますが、ちゃんとしたバターなんで。はい。塗りますよ。このラップを使ってね、もう塗っていくっていう。塗ってるところは見せられないけど、これちょっと多いよね、ちょっと量。まあいいか。こうやって、ああ、塗れ塗れる。いい感じに。なんかね、気分はね、なんか、なんだろう。コンクリートを塗っている、その、なんか、作業員みたいですね。例え方が分かりにくい。ポッキーさん、例え方が分かりにくいですってコメントで溢れそうで、ちょっとやばい。どうしよう。なんかいい感じに塗れてきたわ。ね、これ何してる人に見える、みんな。やばくない俺、大丈夫かな、いきますよ。ゆっくりね。はい。いいね。あー、なるほどね。こんな上までやらなくてよかったのかな。あ、でもあれか、膨らむか。よーし、取り終わりました。オッケー。いやー、あ、でもこれ見せられないからみんなに、これくらいです。はい、よし。ではあとはですね、これをいつもご飯を炊くようにね、早炊きで、セットして、炊飯器のボタンを押すだけで、もうあとは焼けるらしいです。はい、では早速焼いてみようと思います。いや、ほんと簡単だね。
俺でもできてるよ今のところ。どうなるか分かんないけど、これもしかしたらもうなんか出してきたら本当にご飯が炊けてるかもしれないけど、まあやってきます、炊いてきます、いや焼いてきます。よし、焼けましたかね。では撮ってきたと思います。はい、楽しみですね。きた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 、わすごいいい匂い、これやばい、なんかすげえ膨れてる、なんか変な感じになってますが、じゃあこの上に出したいと思います。よいしょ、出るかな。あ、ちょっと待って、すごいなんか焦げてるけど、素晴らしい素晴らしい。はい、でこの状態でですね、一旦冷まします。はい、はい、ではですね、無事冷まし終わりました。ではここに出したいと思います。電話、はい、今日取り直してちょっと電話かかってくるっていうね、ナイスタイミングすぎるけど、ということで、出します。ここにこちらです、冷ましました。はい、で、ですね、今回は、こちらまず横に真ん中に切りたいと思います。こうピッてね、じゃあ切っていきましょう。よいしょ、やべ、ちょっと切れたかな。あーいいね、切れましたね。なんかすげえめっちゃ模様みたいになってるけど、まあいいや。でこちらを一旦置いといてですね、生クリームをここに塗るので、まず生クリームを泡立てます。はい、ホイップ、ホイップね、まず氷水にこのボールをつけて、基本なんですかね。よろしいぞ、素晴らしい、なんかちょっと生クリームですね。うん、生クリームだよね、なんかね、想像より生クリーム。でちょっとずつこうやって砂糖を入れて泡立てていきます。はい、じゃあ生クリーム泡立てられるかな、これすごいなんか嫌な感じするけど大丈夫かな。3時間くらいこれ泡立てるのかかりそう、大丈夫かな。やばい、すごい偉い、ちょっと待って、結構やってるよ、結構やってるけど結構偉いよこれ、すごいな、お菓子作ってる人マジで。よし、だいぶいい感じになってきたんじゃないかな、だいぶ手疲れたけどマジで。よし、じゃあ味見してみよう、いただきます。うまっ、あ、もうこれだけでいいわ、これこれだけでいいレベル。はい、ということでですね、次はこれでスポンジに塗っていきたいと思います。さあ、いくぞ。あー、いいね、結構綺麗に塗れますね、これ、このこいつを使えばたっぷり塗っていきましょう、たっぷり。いいね、塗れました。そして、いちごをスライスします。いちごを切っていきますね。これは、スライスしてですね、上に乗せるやつなんで、先いちご切ってた方が良かったかもね、これ完全に置いていきましょう。いいね、いいね、なんかいちごを切るととんでもないことになりますね、まな板が。はい、はい、はい、そしてこいつを乗せると、いいね。そしてですね、また塗っていきますね、クリーム上から。たっぷり塗りました、たっぷり、いい感じじゃない。ちょっとコッキーさん、さんが作ってるにしてはいい感じなんじゃないですか、これ。よいしょ、いいね、いいね、 OK で、かぶせます、こいつを、このちょっとおかしな感じの形のやつをかぶせます。はい、そしてね、周りも生クリームでコーティングします。完璧にね、よし、これが結構難しそう。うわ、うまく塗れるかな。今回はね、こちら泡ですね、ベイマックスのをここに、まあ、つけて、前回やったね、プリン、巨大プリンと一緒のようにこのココアパウダーを振ります。これどんなにココアパウダー好きなんだよって感じだけど、やっていこうと思います。これ難しいんだよ、いくぞ、これすごいね、うまくできますよねって、ちょっと不安だから、よいしょ、むずっ、
はい、ではですね本当にたくさんの方に協力していただいて、なんとかここまで、回復しました。ベイマックス、はい、ちょっと見てみましょう。いや、かわいいよね。ちょっとムラがあるけど、ここら辺、まあ、これは僕が作ったんで仕方ないですね。あとミドルマちゃんね、どうですか素晴らしい。ということで無事完成しました。ベイマックス、ベイマックスケーキ、ホットケーキ、ベイマックスホットケーキケーキ、はいということで、ありがとうございました、ご視聴。ではちょっと切ってね、食べるとこあとやります、食べます。ちょっとはい、ということでなんとか出来上がりました。いや、どうかなこれ、ちょっと食べてみるか。これ食べれるかなこれね、ホットケーキだからね、切れるかなっていう。あ、真ん中で、あ、いいね、なんだろう、こうやって、あ、やばい、商品紹介なんて初めてするから、食品紹介なんて初めてするから、まあ、いただきます。いちごさして、うん、美味しい普通に美味しい。まあ、お前は食べたいと思います。頭からね、喉からぶっ刺した、ごめん、いただきます。美味しい、いちご、マジでいちご可愛い、確かに。で、味もなかなか美味しいですが、ちょっと食べにくい。ということでね、まあ、なんでしょう、まあ、結構成功したムーブはありますけど、改善するところもあるかなということで、初めてのねケーキ作り、まあなかなか良かったんじゃないかなって思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。お菓子作り第2弾、ベイマックスホットケーキケーキでした。はいということで、ポッキーでした。もし動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタン押してね。ではまたお会いしましょう。ポッキーでした。いいクリスマスを。メリークリスマス